戦争についてちょっと言わせてくれ。戦争ってのは戦いだけじゃないんだ。地、銃弾、死、ああそいつも戦争だ。だがそれで全てとは言えねえ。時にはただ尻尾を巻いて逃げることだってある。ただもう死に物狂いになって。よし、みんないいか、脱出だ。もうすぐ嵐が来る。いいか、覚えておけ。人生は常に困難に満ちている。そういうもんなんだよ。だが同時に希望や幸せもある。バレラ、状況は？タイが市民を装甲車に乗せたところです。キム中尉、ソブリンズのおかげだな。日が落ちたらここは凄まじい状況になるぞ。落ち着け中尉、あのクリルのやつがやってくるまでにはまだ時間があるぞ。お前らやるってのか？やるなら入ってこいよ。お前らみんなまとめて始末してやる。覚悟しろ。威勢のいいガキだぜ。ねえ、あなた名前は？ジェイス、ジェイス・ストラット。ジェイスっていうのね。アリシアよ、もう大丈夫、安心して。ありがとう。もう終わりかと思った。他に助かった人はいるかしら？いないと思う。さあ行きましょう、安全な場所へ。こっちよ。どうやらそろそろお楽しみの時間だな。ゼータ警戒しろ。早く乗れ、このキャラバンでここを脱出する。元気で、ジェイス。ここにいちゃダメ？ワイゼン博士がまだ学校に残ってるんだ。キャラバンはすぐに出発するぞ、ジェイス。お前はここを出ていかなきゃならん。私たちが博士の無事を確かめるわ。はあ、分かった。大丈夫、ジェイス。きっと博士を見つけて助け出すわ。ありがとう、アリシア。あんたも気をつけてくれよな。ああ、よかった。感謝するよ。もう生きて出られないかと思った。ああ、ワイゼン博士、もう大丈夫、ご心配なく。コントロール、ゼータ6、個人は無事だ。すぐに装甲車を送ってくれ。もう着くわ、ゼータ6。急いで。中に入れ。
やだ、俺も手伝う。使い方分かってんのか。だと思ったよ。よし、やってやれ。行くぞ、孤児を守るだ。何でもいいからとにかく離れろ。ゼータ、行くぞ。孤児を守るんだ。屋上に移動させろ。くそ、貴様、よし、みんないいか、脱出だ。KR84、 迎えに来たぞ諸君。おい、キム、あっちくしろ。キム、キム、くそ、まずい。勝利に乾杯。また生き延びたことに乾杯。